カメラサービス。パナソニック GH5 のクロップ機能を使い、ロシア製 16mm 映画用のズームレンズで撮影してみました。このズームレンズはメテオール5の1 17mm から 69mm の F1.9 です。マウントは M42 です。可変 ND フィルターを使って撮影します。 16mm シネカメラクラスのゴルスク用のズームレンズです。16mm フィルムのフォーマットは、これより小さいです。マイクロ、フォーサーズの通常の撮影では、このように四隅が蹴られます。EX テレコンを、オンにします。引きます。だいぶ、良くなりましたが、近接のピントで、蹴られが目立ちます。ピントを送ります。まだ蹴られが目立つので、アナモフィック4対3モードを選びます。4K24P になります。ピントを送ります。だいたい良さそうですね。ワイド側で近接以外は、蹴られません。名付けて、16mm フィルムモードです。L. モノクロームです。チャンネル登録をお願いします。